ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回ご紹介させていただくお車がこちら、2017年式ポルシェ 991.2GTS、 こちらをご紹介させていただきます。またまたやってまいりました、はい、いじりもの、はい、しかも今回コンプリートカーということで、はいはい、なんと 991.2 テックアートのコンプリートカーやってまいりました。はい、テンション高いよ。テンション高いです。はい、もうテックアウト好きなんで。好きで。はい。まあ、実際行きましたもんね。そうなんです。テックアウト。はい。去年行かせてもらって、はい、いろいろ勉強もしてきたんで。はい。はい、ただポルシェそのものに対する知識は、はい、ちょっとふわっとしか分からないです。そうですか。はい。まあ、ポルシェも今いろいろありますから。そうですよね。やっぱりもうね GTS まあ GT3 GTS とか、はい、まあまあありますけど、はい、彼だからありますけど、はい、まあ、今回はそのまあ991.2。はい、まあ、1.2 ってこと自体皆さん 1.2 ってなんだろうというところもあると思うんですけど、はいはい、911のまあ後期型、はい、で 991型の後期型ですよ。991.1 と 991.2 ですもんね、はい、っていうのがあるので、はい、まあ、そういったところでモデルが違うなってあります、ね、はい、あとはまあ GTS って、まあ、GTS2 駆も4駆も両方あったりするんですけど、はい、今回は2駆のタイプになります、はい、2駆ですね、はい、なりますね。だからまあ一応言われてるのが、はい、GT3 がもうスパルタン的なところで、その下の位置づけという感じですね。彼ら系の最強のやつですね。最強の、はい、そうですね、はい、S よりさらにもっと上の、はい、GTS っていう、はいはい、でまあ、ちなみにさっき言ったターボはなんか別格みたいな、はいはいはい、そこら辺はツーリングカーの部類になっちゃうみたいなので、はい、はい、こういった車を紹介させていただければと思います、はいはい、じゃあ前回りから、前回り、はい、まあ、先ほども言ったコンプリートカーというのなんで、はい、これでもうちの大阪店、はい、はい、のお客様で作っていただいたお車、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ、はい、あ、なるほど。それをちょっとこう今回、はい、車両移動で移動ということで持ってきた感じですね、はい、持ってきさせていただきました、はい、だもう本当に全部テックアウトっていう。そうですね、はい、はい、そして僕写真でその大阪店にある時、はい、見せたんですけど、はい、実車全然というか実車の方がかっこいいっす、はいはい、実車の方が、はい、やっぱこれってやっぱり皆さんよくお客さん今言われるんですけど、はい、実車とまあ、動画もそうですけど、はいはい、現車ってもう全然違うんですけど、はい、全然違いますね、はいはい、この車はまさにそれが適中というか、ちょっと舐めてました、はいはい、僕も、まあね、向こう大阪店在庫である時に見た時に、はい、まあまあ、もちろんかっこいいなと思ったんですけど、はいはい、いやここまでか、実車の方が映えますね。映える、はい、いい感じです、うんうん、いい感じですね、はい、そしてリップは、はい、これ下側がカーボンですね。そうですね、だからフロントスポイラー、テックアウトってここと別なんですよね、はい、フロントスポイラーと、はい、こことでフロントスポイラーってここ、はい、ここからですか。そうですね、この下の部分の、はい、部分でここが、はい、そして横もこれすごく特徴的なデザインなんですね。そうですね、はい、でテックアウトってこういうデザイン、まあまあ、至る所で使ったりしてますけど、はい、使ってますね、はい、ただこのボディにつきそうでつかないっていう。そうです、ここの、はい、この絶妙な隙間が、この絶妙がね、はい、すごいいいですよね。ただこれも単純にデザインじゃなくて、僕勉強してきたんで、はいはい、デザインじゃなくて、はい、あのテックアウトちゃんとフードに入れて実験してるんですよ。フードってフードっては CM とかでこう風がこうビューンってこう流れる大きい扇風機があって、はいはい、風の流れを見る装置があるんですけど、はい、そこにちゃんと車を入れてその風の流れも全部計算して作ってるんですよ、はい、だからこれも多分このフィンもデザインでこうつきそうでつかない微妙なところにしてるんじゃなくて、はい、このホイールの前にこう風を通してこうホイールのこの、はい、ここでなんか空気が乱れるんですよ、はいはいはい、それをなんか整流するというか、はい、抑える効果でこうなってるじゃないかなっていう、はいはい、まあ、カッコもそうなんですけど、カッコだけじゃないというところですね。ちゃんと機能美につながってるっていうところ、はい、クロートがクロート向け。そうでございます、はい、私たち素人ですけど、ね、素人です、はい、はい、そして横に回っていくとホイールが、はいはい、こちらもテックアウトの、はいはい、単造ホイール、はい、フォーミュラー4です。4ですね、はい、4です、はい、5本スポークなんですけど4なんです。これはちゃんとあの予習したんで、予習したんですか、はい、これもすごいですよ ね、 すね、もう本当にザ・チューナーって感じで、はいはい、僕は個人的にはやっぱりここの、はい、ここかっこよくないですか、はい、そうですね、さりげないですよね、さりげないところがかっこいいなと。で一応センターロック、はい、まあ、GTS センターロックは一応標準になってるので、はい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 、まあ、センターロック式の。なるほど、はい、センターもこれでもテックアウトに変えて、これってテックアウトなかありましたっけ普通ポルシェ。カメラマンどうなんですか、
いや多分これ多分なんかデカート書いてると思います。多分なってますよね、はい、で今回あのポルシェ大好きカメラマン、はいはい、いつものカメラマンなんで、はいはい、僕らの知識が足りないところは、はい、カメラマンが補充してくれるんで、はいはい、補足してくれますんで、はいはい、もう本当になんかポルシェの純正って言ったらちょっとあれですけど、はい、本当にこうデザインを崩さない、はいはい、シンプルで飽きのこない、そうですね、はい、うまいデザインですよね。デザインですね、はい、で本当にここポルシェって逆に、はい、貼ってたら純正に見えたり、はいはい、まあ、オプションでありそうな感じの、はいはい、そんなホイールで、はいはい、そして横に回っていくと、まあ、GTS なんで GTS のデカールがついてたりとか、はい、でサイドですね、はい、サイドスカートも、はい、ポルシェって純正でこう、はい、割とつるんっていう、はいはい、なのでもう一つアクセントとしてアクセントですね、サイドスカートがついてる感じです、はいはい、これミラーカーボンはこれは社会のやつですかね。オリジナルで作ったって言ってましたね。まあっまあ、やっぱり似合いますよね、はいはい、カーボンパーツ、まあ、フロントがカーボン入ってるんで横もカーボン入ってるんで、はいはい、バランスもいいですし、はい、映えます、はい、でこのラインって、はい、まあ、サンルーフはやっぱりスポーツタイプなんでここはもう屋根で統一がされてる、はいはい、ありなしありますよね。でもありますあります、はい、でも結構ポルシェに乗られる方って、まあ、両極端ですけど、はい、他のメーカーよりかは屋根ない方がいいって方の方が多いかもしれないですね。もうその重量の問題だったりとか、ね、イメージの問題だったりとか、比較的ベンツだとサンルーフついてる方がいいって人の方が多かったりとかするんですけど、ポルシェはまあ、はい、ないっていう人の方が多いまではいかないですけど、はい、まあ、なしはなしで魅力がある、なしはなしでも評価をされるという、はい、そしてリアも同様にフォービュラー4、はいはい、で当然前後でサイズ違いですので、はいはい、リアはこの太いのがうまく、そして若干このコンケーブというかこの反り具合も違いますかね。もう車高もちょうどいいですね。ちょうどいいですね、はい、もう走りそうな、はい、まあ、ちょうどいい車高なんです。あの低すぎず、そうですね、高すぎず、はい、ちょうどいい。そしてリアに回っていくと、リアも迫力の、はい、デザインでございます。デザインですね、はい、フロントサイド、はい、リアとカーボン、はい、アクセントが入って、はい、ここから全部テッカートですよね、はい、テッカートですね、はい、でもここの裏、ここ側、こっち側、はい、すごくないですか。だそういうのも全部計算してるんですよ。計算してますよね、はい、そうなんです。ちょっとあのなんか捕まえそうなそうですね、はい、だまあリアエンジンなんでここら辺の多分整流とか空気の取り込みって多分かなり他の車より圧倒的に重要なんで、はい、その辺のデザインになってるんじゃないかなっていう、はい、そしてリアディフューザーが入ってすごいですよね、はい、僕あの行った時はあのもう992の時だったんで、はい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 、確か 991.2 のデモがあって置いてなかった。ターボのやつはあったんですけど、はい、その彼らの置いてなかったんで、はいはい、ちょっと今回まじまじと初めてコンプリートか見るんですけど、はい、すごいっすねこれ、はい、まさかの4本出しっていう4本出しですよ、はい、なんかもう本当になんかスポーツカーっていうのもなんかもうなんていうんですかねコンセプトカーみたいな、そう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 ですね、はいはい、ただこれがうまいことまとまってるっていうまとまってるんですよ、はいはい、テックアウトのロゴも入ってて、はいはい、で外側これカーボンなんですね、はいはい、ちょうどなんかアクラポみたいな、はいはい、そんな感じの外側カーボンで中はステンレスっていう、まあ はい、サウンドもすごいいい音になってるんで、あとで聞いてみましょう、はいはい、まあ、さすがもう本当に一通りまとまってるだけあって、はいはい、ちょっとやっぱり、まあ、やっぱりテックアウトさすがですね。そうですね、はいはい、ポルシェのやっぱりもうトップって言っても過言じゃない、はいはい、チューナーですんで、なのでもう、はい、なんですか、かっこいいとしか言えない。そうですね、僕行ってきたっていうのももちろんありますけど、はいはい、それを差し引いても、はい、もう本当に自信を持ってお勧めできる。そうですね、はい、チューナーでございます、はい、まあ、どうですかね、やっぱライン、はい、このラインと。そうですね、かっこいいですね、はい、あで意外にこれもうそのチューナーの話じゃないんですけど、うん、オプションのこの黒いエンブレムとかもついてるんですね。ついてますね、これオプションですよね、はい、はい、なるほど、はい、車の紹介しないで、車の紹介っていうかそのものの紹介しないでついてるパーツの紹介をするんで す、ね、はい、今日いいんじゃないですか、はい、それで、いいんですかね、はい、GTS はもう言わずとしてた。本当ですか、はい、でポルシェって結構そのオプションを組み立てて車を作っていく。そうですね、はい、ですよね、はいはい、だオプション同じ車でもオプションのあるなしで全然こう、はい、魅力というか違ってきちゃうんで、はい、まあ、あとはまあちょっとね、さっきの LINE から言う、はい、一応 GTS はワイドボディに、あーなるほど、はい、ちょっとワイドになってます、ね、はい、これは標準でなってますね、はい、もう本当にボディラインもグラマラスな感じで、はいはい、じゃあ一応さっきリアエンジン、はい、エンジンってこれ見れるのかな、これパカッと開くよね、蓋だけというかそのものは見えない、うん、こっちだけ開くからね、だから開けてみますか、はい、いつもはトランクですけど、はい、いつもはトランクですけど今回は後ろがエンジンなんで、はい、開けてみましょう、はい、まあちょっとね、はい、まあ、まあそのものは見えないですけど、はい、はい、見えないですけどこういったところに
ですね。まあ、GTS って今までだったらそのターボなしっていうのが GTS って感じだったんですけど、まあ、このモデルからターボになってし、まあ、なってしまったって言い方変ですけど、ターボになってるので、まあ、3リッターしっかり入ってるんですね、このエンブレムが、はい、なるほど。で450馬力、はいはい、まあまあ最高速度310、はい、もう本当に街乗りレベルだったら多分敵なしの、うん、今なんかとてつもない馬力の方が増えすぎちゃって、はい、400馬力、はい、うんって感じですけど、はいはいはい、でも普通に考えたらとてつもない、はい、そういうこと考えたらもう全然、はい、スポーツカーですね。そうですね、はいはい、で新車価格で1800とか1788か1800ぐらいなんで、オプションつけたら2000万ですからね。これでもしますよね。しますよ、はい。だから見た目はやっぱかっこいいんですけど、はい、ちょっとおとなしめではありますけど、はい、機能とか、はい、価格とかは、はい、全然おとなしくないっていうおとなしくないっていう感じですね、はいはい、でも大人のスポーツですから。そうですね、はい、はい、ちょっとジェントルにぜひ乗っていただきたい、そんな車でございます。はい、じゃあ内装をちょっと、はい、内装ちょっと見てみましょうか。はい、はい、どうぞ。内装に関しては、はい、まあ、ノーマルですね。基本的に。いやでも渋いっすね。そうですね、はいはい、だから GTS って、まあ、ある程度その先ほどあのオプションというところもあったんですけど、はいはいはい、GTS は比較的あのついてるものが多いですね、はい、なるほど。例えばスポーツクロールなんかもあの標準でついてますし、はいはい、外せないオプションですよね、はいはいはい。まあ、ポルシェといえばスポーツクロールですね、はい。もうあのポルシェ大好きカメラマンもまず車をポルシェ見るときは、はい、もうスポクロがついてるかついてないかをまず一番最初に見るっていう、はいはい、そしてシートこのヘッドレストのところに GTS って刺繍が、ね、はい、入ってますね。入ってたりとか、はい、やっぱりアルカンを使ってこう、はい、高級感とこうレーシーな感じを、はいはい、両立させてる感じで、はいはい、であとまあ電動ミラーのも、はい、これも多分オプションだったのかな GTS は、まあ、これもついてそうなんですよね。そういうところも、うん、ちょっと これが標準かどうかちょっとごめんなさい、調べないと分かんないですけど、そうなんですよ、ミラーの格納とかも、はいはい、オプションだったり、はい、もうポルシェっていろんなあらゆるものがオプションなんですよね、はいはい。まあ、でも前期は確実に、はい、あのオプションだったんですけどね、はい、この1点になってからは多分オプションだったと思います。もう本当に車屋さん、はい、さん泣かせですね。泣かせですね把握しきれないっていう。まあまあそうですね、はい、はいはい、じゃあちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。うん、もうこれも安定のって感じですね。え、安定の、はい、さっきちょっとそして教えてもらいましたけど、はい、このトリムもレザーになってるっていう、はい、これオプションみたいですね、はいはい、レザーですね。なるほど、はい、上もねオールレザーインテリアになると、はい、こっちもレザーになったりしますけど、はいはい、まあ、今回はこのレザー、ね、標準のやつですね、はいはい、でステアリングはやっぱりこの使いやすい、はいはい、そしてモード切り替えのボタンが、はいはい、ちょっとポルシェは結構、うん、あの触らせてもらったりとか、はい、あとは、まあ、テックアウト行ってる関係で、うん、まあ、多少は、はい、多少は、はい、うわこれマジこうなってんすかっていうのはないんですよ、はいはい、残念ながら、はい、いやでもまあ、 あの見た感じそのやっぱ大人な感じですね、はいはいはい、そのあっていうのもないですけど、はい、まあ、しっかりと本当よくできてますよね、はいはいはい、ちゃんと視認性も高いし、はいはい、そしてこのポルシェ独特のこのラインってこう、はい、車幅とかすごくなんか感じやすいというか、はい、分かりやすいですよね、はい、このフェンダーのボコってなってるので、はい、あとはここね、はい、ルーフも、あ、天井全部アルカンなんですね、はい、まあ、これも標準じゃないですか。オプション、通常はオプションですけどね。なるほど、標準だと思います。標準だそうです、ね、はい、さすがベーシックの彼らは標準じゃないよね、確かに。いや、それも標準、標準なの。え、レザーつけるとあのここが A ピラ、B ピラ、C ピラがアルカンになって、うん、ダッシュボードがレザーになってだそうです。さすがだな。もう本当にポルシェ大好きカメラマンはちょっとあの、うん、コンフィギやりまくってるんでしょ、はい、もう人間の人間コンフィギュレーターです、はい、分かんないこと全部聞いてください、はいはい、そしてこの辺カメラを交代する、カメラやばいっすよ、はい、もう止まんない、止まんないっすよ、はい、僕が見にあの紹介した時みたいになっちゃいます、ね、はい、放送事故になっちゃいます、はい、でこの辺は一通り足回りと、はいはい、マフラーと、はい、ついてて、はい、でナビも割といいんですよね、うん、ポルシェ。ちょっとエンジンオンにしてみたいと思います、はい、もうメーターがいいっすよね、この5連の伝統のメーター、ね、はい、ポルシェ、それ見たらもポルシェですよね、はい、しかもマカンとかだと5連じゃないじゃないですか、はい、3連ですよね、はいはいはい、この5連のこの特別感、はい、そしてナビは割とこう使いやすい、はいはい、そしてメーターはこのアナログとデジタルが融合した、はい、なんかもうさすがっていう感じの、はい、メーターです。ずっとそのままで行ってほしい、
そうですね、はい、もう本当にポルシェミュージアム行った関係でちょっとポルシェファンになってるんです、うん、僕。そうですね、はい、いやいいっすよ、けど欲しいけど買えないっすまた買っちゃうシリーズになっちゃうよ本当に。そうですね、買えません、はい、あとこれね、はい、シートヒーターなんかも、あ、この辺も、ね、はい、ついてるわけですね。あ、そうなんですよね、シートが結構そうそうそう、はい、オプションで違いが出てくるんですよね、はい、シートはこのスポーツシートで、はいはい、やっぱりこのアルカン滑んなくていいですよ ね、 すね、はい、レザーってやっぱりちょっとこの蒸れちゃう感じと滑っちゃう感じが苦手な方いらっしゃるじゃないですか、はい、だからスポーツプラスになるとここがちょっとこう出るんですよ。あー、なるほど、ちょうどこうなった時に、はい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 、ホールド感が、はい、ここにちょっと高いですね、ここがふってはまる感じ、なるほど、確かにいいと思います、はい、ちょっとあの太り気味の僕でも、うん、はい、ちょうどいい感じで、はい、そしてアームレストの中は、はい、ほぼ何も入らないです。はい、あとちなみにこれ今回の車、はい、まあ、ポルシェはそうなんですけどテレビついてないんですよ。はいはいはい、はい、標準で、はい、で今回はあのテレビがついてるので、あ、後付けでテレビもついてるんですよね、はいはい、あ、そしてこれドラレコもついてるんですか。ドラレコレーダーも両方ついてるんで、はい、これテレビってだ映していいの。ダメです、著作権の関係あるんで。マップ長押しにすると変わります、はい、まあ、テレビが映ると、はい、まあ、モザイク入れればいいですかね。あー、なるほど、こういう感じで、はいね、はい、ちょっとモザイクです、はい、映ります。いやー、いいですね、はい、この安定感、安定も、はい、まあ、スポーツの中でも、まあ、最低、まあ、はい、快適というか、はい、テレビとかはちゃんとついてると、はい、なるほど、まあ、後ろの説明今回いいですよね。はい、後ろは、まあ、一応、はい、一応車検証上は4人乗りなんですよね、はい、はいはいはい、なんですけど、はい、まあまあこういったお車なので、そうですね、まあお子さんだったりだとか、はい、ちょっと荷物置くぐらいは、はいはい、使えるんじゃないかなっていう、はい、そして僕これ初めてポルシェ東京店だっけ、はい、紹介させてもらった時にビビったんですけど、うん、これゴルフバッグ積まれる方いらっしゃるんですね、うん、あ、その倒してでしょ。そう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 、そうそうそう、後ろの席に ここにね、はい、ちょっと一回やってみましょうか。こういう感じで、あ、そう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 、って、はい、はい、押せる。意外にゴルフに行ける車なんですね。行けます行けます、はい、行ってる方いらっしゃいます、はい、知らないでそれ言ったら、はい、お前何言ってんだよって、はいはい、怒られました、はい、で意外にこう工夫次第でいろんな使い勝手ができる、ね、はい、使い勝手ができます、はい、そんなお車でございます。これで高速でゴルフなんて最高だよね。いや、もう最高ですよ、ね、はい、もう行きも帰りもプレイ中もテンション高いですよ、はい、もうエブリデイプレイ中みたいな、ね、そうですね、はい、あれ流した、はい、いや流したんじゃない、さばき方が、はい、一応トランク見ますか。見ましょう、はいはい、一応、まあ、あのここにトランクとあれが入ってます、はい、いろんなの開けすぎて、いろんなの開けすぎて分からなくなっちゃうんですよ、うん、はい、毎回それ下りがあるよね、まあ、決して広くはないですけど、はいはい、普通に横のバッグ2つぐらいは、はい、スーツケースも1個ぐらいだったら入ります、はいはい、ちょっとポルシェのスーツケース入れたいですね。ポルシェスーツケース、はい、ポルシェデザイン、はいはい、もしくはリモアだっけ、あれリモアってドイツだよね、はい、リモアのスーツケースですか、ね、はい、いいっすね、なんすかね、もう魅了する感じん、はい、買えないですけど欲しいっすもん。ポルシェでも車好きな人って必ず1回はポルシェ欲しいと思う、はい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 、素通りできないです、素通りできないです、はい、いいなぁ。じゃあちょっと店頭周り、はい、そうですね、ちょっと店頭周りとあと迫力の排気音をちょっと聞いてみたいと思います、はい、レイライトですかね、はい、でスモールランプ、そしてデイライトが消えてロービームですね。でウインカーがこことフェンダーのところですね。ハイビームいけますか、はい、ハイビーム下側が、はい、ハロゲンですかね、光る感じです。ちょっと後ろも見てみたいと思います。はい、後ろスモールはこの上の部分ですね。そしてブレーキはこちらハイマウントと下側が光る感じでしょうか。そしてバックとでウインカーはこの一段下が光る感じなのと、でバックフォークがこの端っこですねが光る感じです。じゃあ続いてちょっと排気音も聞いてみたいと思います。お願いします。
村さん最高です最高です最高です、はい、最高です、はい、もう本当になんかこうテックアウトに行って、はいはい、こう予備知識も入ってるんで、はい、最高です、はい、今回も土が土を、はい、いいんですか、はい、じゃあ今回ちょっと僕が、はい、毎回特別編と言いながら、はい、3連チャンになってますけど、はい、ちょっと市場に行っていきたいと思います、はい、わーって言っちゃいます。めっちゃいい音します。これマフラーちょっと一回とりあえず閉じておいていいですか。これで今かけたまんまだから、かけた直後だから開いてるわけですね、はい、ドライブ、はい、じゃあ今回も、はい、ツッチーパフォーマンスが試乗します。大丈夫ですか。だんだん試乗する車の価格が上がってきてませんか、うん、大丈夫ですか。大丈夫でしょう、うん、ちょっと一回これ振って、うん、ちょっとね斜めに出てますね。テックアウトと、そうですね、エアロがついてるので、リフターが今回ついてないですから、はい、ポルシェはやっぱエアロつけるとかなり低くなるので、はいはい、でも後からリフターつけようと思えばつけられますからね、はい、うん、いやでも全然大丈夫ですよ、うん、はい、伊達にずっとローダウンして車乗ってないっす、はいはい、うわーめっちゃいい、うわーめっちゃいいっすね、はい、もうめっちゃいいしか言わないでしょ。そうです市場の最高です。食リポができない、そうですね、人みたいになっちゃう、はい、美味しいです。食べ物を食べ物で例えちゃうみたいな、うん、はい、美味しいしか言わないみたいな。いやめっちゃ剛性感ありますねやっぱり、うん、乗り心地はそんなにそのコンフォートな感じではないです、うん、これ一応でも変えられますよね。変えられます、はい、でも標準でもまあまあ固めです、うん、はい、そしてはい、アドレナリンストッパーをオフにしましょう。僕もオフ派です。いや、いいなぁ、まあ、内装は、うん、まあ、至ってシンプルに、そうですね、はい、シックにまとまってます、はい、内装もちょっとテックアウトでカスタマイズやろうと思えばできますんで、うん、はい、まあ、そのまま乗っていただいてもいいですし、はい、さらなるカスタマイズを加えてもいいんじゃないでしょうか。どこら辺に加えるとしたらどこら辺に加えますか。いや、もう何でも、まあ、一番お手軽で行くんだったらフロアマットとハンドルス、うん、はい、やっぱりハンドル常に触る部分なんで、うん、ここ変えるだけでかなり、そこをどんな感じに変えますか、はい、いやもう全部できるんですよ、うん、もうステッチの色とかレザー使う、アルカン使う、うん、はい、カーボンにする、はい、ここを何色にするとか、はい、このボタンのこれも色変えられますから、はい、だからもうあらゆることができます。そうですね、はい、今回その外でカーボン使ってる部分があるので、そうですね、カーボンね、変、はい、ステッチはまあ今これ的にはあんまり入ってないので、はいはい、カーボンにしてもいいですね、はい、でボンド東京とあと新しくオープンするボンド大宮の方にサンプルが展示される予定なんで、はいはいはい、実際見て触って、はいはい、あれでもハンドルの動画アップしてませんでしたっけ。してます、はい、そっちを見ていただいても、はい、ね、割と硬いですね、はい、ちょっと硬くしてます、はい、硬くなってます、はい、いやでもいいっすよ。宣言していいですか、はい、おかわりするでしょう。します、はい、2週ぐらいですか。市場のおかわり、ね、いやこれはいいっす。ちょっと高速乗っていいですか。小島店長、高速はダメです。これはいいわ。何がいいかちょっと皆さんに、なんていうんですかね、もう楽しいんですよもう、はい、でも僕助手席に乗らせていただいてますけど、はい、その嫌味な硬さ全然ないですね。そうなんですね、はい、もう本当にしっとりとしたスポーツカーの硬さで、そうですね、もうこう突き上げのこういう感じではないですね。はい、動画見てるお客さんも多分その画面見てるとその羽、はい、2人がこうぴょんぴょん跳ねてるのがちょっと硬いやつだともっとこう跳ねちゃうんですけど、そういう羽がないと思うので、はい、いやいいな、最高ですね。ちょっといや63系もいいっすよ、メルセデスの、はい、あれもワクワクしちゃいますけど、なんかもっとこうスポーツ、はい、もうちょっとバージョン変えるとかさしてもらって楽しむってモードですか。完全に、はい、ちょっと待ってください、入っちゃってますねこれモード、うわちょっといきなり、うわやばい、ここを変えてもらうと、はい、ここが、はい、これですよね、変わります、スポーツ、はい、ノーマル、はい、これ自分で設定できるやつですよね。そうです、はいはい、スポーツプラスにいきなり、はい、スポーツプラスにするとここ、ね、あ全部全部そうですね、はい、まあ、今回その、はい、ウングは殺してあるんですね。殺してありますので、はいはい、パドル使ってちょっとだけ走っていいですか。どうぞ、はい、シートはもういいホールド感ですね。そうですね、はい、ちょっとシートも下げよう、車高マックスの、あ、車高じゃない、座高マックスなんで、はい、ちょっとスライド、
買います。買ってくださいちょっとお金の相談だけいいですか。いやこれはいいわ、これはめっちゃいいわ。いやもういいです、最高です。はい、ポルシェいいですね。ちょっと踏んでいいですか。うわーこの音、いい音してますよね。これはちょっと乗り心地も正直そんなにコンフォートじゃないですし、この音もめちゃめちゃ聞こえますけど、なんていうんですかね、走りに行きたくなりますね。そうですね。で僕思ったんですけど、そのテックアウトのマフラーって、はい、本当にいい音しますよね。そうですね。音が大きすぎず、はい、前一回前の方なんですけど、はい、某爆音マフラーつけたんですけど、はい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 、ちょっとポルシェと違ったかなって感じはありましたので、はいはいはい、そこはチューナーなんです。やっぱチューナーですよね、はいはい、そこはチューナーです。本当にノーマルをノーマルの延長線で、はい、そうなんですよ、いい音になってますよね、はい、結局ノーマルに満足できない方のためにこうあらゆるメニューが提案されてるんで、はいはい、うわめっちゃいいこれ本当に。PDK も本当にあの出た当時からそうですけど、すごいそのシフトのつなぎが滑らかじゃないですか、はいはい、全然違和感ないです、はい、違和感ないというか、ちょっとこうなんか気持ちをこう、はいはい、いやこれちょっと高速に乗りたいです。ちょっと、ね、いいですか小島さん。ダメですダメです、はい、買ってから乗ってください。欲しい。ちょっとお金の相談だけ、うん、本当にね4桁はちょっと払えないです僕。いやでも4桁の価値がありますよ。いや今特にそのポルシェ人気じゃないですか、まあ、空冷バブルはようやく落ち着いてきたなって言われてますけど、これはやっぱりあのいろんな人が欲しいって思うの分かります、はいはい、これやっぱり乗っていただかないと分からないですね、この良さっていうのが。そうですね、うわなんか本当にそのシフトのチェンジの具合方がこう大間さんの尻を叩かれてる感じの、ちょっとこう興奮するような感じしません。します。じゃあ僕今うまいこと言ったなと思ったんですけどいやしますよ。なんていうんですかね、こう僕全然操れないし、そのドライビングスキルもないんですけど、なんかこうなんとかなりそう。あでもそれはありますね、はいはい、だから自分が多分ちょっと運転うまくなったんじゃねえかって思うぐらい、そのなんかありますよね。ありますよね、はい、つい先日東京店そのランボルギーニのアベンタドール、SV を、はい、あの運転席座る機会があったんですけど、はいはい、もう SV は座った瞬間にこれ無理だなと思いました。僕のこの手に負える車じゃないなっていう、はい、でもそれをもってしてもやっぱりこう何ですか、上回るもう魅力もあるんですけど、はいはいはい、またちょっと方向性が違うなっていう、はいはい、ポルシェの場合なんかこう本当に走って楽しい、うんうん、なんかこう風と車じゃないなっていう。そうですね、はい、純粋に走るのに特化をしてるというか。まあ、価格も全然そのアベンタと違うんで、まあ比べる比較対象じゃないかもしれないですけど、やっぱりその体育会系の同じ車として、これはいいわ。まあ普通にさらっとおかわりしてますよね2周目に2周目に普通に入ってますね。じゃどうにかしてサラリーマンこの4桁の車買う方法ないんですか小島さん。いやありますよそれ、ローン。本当ですか。据え置きローンで。鬼ローンですか。いやいや、まあ、そんなポルシェも値段そこまでその距離乗らなければ落ちないので。まあ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 。いやでもこれはもっと期待です僕、うん。いやー。社長に相談していれば、どうすれば僕ポルシェ乗れますかって。登録者多分100万人ぐらい行けば。はい、はい。やっぱポルシェって、はい、そのまあ私そのサーキットってそんなに行ってないんで、はい、あれなんですけど、はい、やってる人からやっぱ聞いたりすると。はい、ブレーキはやっぱりポルシェすごいいいって言いますね。あ、そうですね、はい、重量バランスも多分かなり優れてるんですよね、はいはいはい、リアのその重量があるっていうのもあるかもしれないですけど、はいはいはい、まあそのね一理いろいろありますけど、やっぱりポルシェが一番速いんじゃないかっていう人もいますよね。そして乗ってて疲れないらしいですよ、はいはい、結局その周回重ねて疲れないっていうのはそのタイムにつながるんで、はいはい、それは何かで言ってました、はいはい、何で言ったか忘れました、はいはい、
まあね、サーキットって普通非現実ですけど、はい、やっぱりそのサーキットで培ったものをこうやって、はい、普通の、ね、はい、市場、市街地で落とし込んでくるので、はい、それは一概にその全く違う世界ではないと思うんで。いや、いいなぁ。いや、もう街乗りだとこのポルシェのこの馬力もブレーキも使わないかもしれないですけど、うん、やっぱりドイツのそのアウトバーンで、うん、サーキットで鍛えてきた車はやっぱり違いますよ。でもやっぱこのシフトのチェンジの音、はい、ちょっと動画で伝わるかわからないですけど、この本当にまあ音楽いらないですね。そうですね。これは無音で乗れます。無音で乗りたい。はい、まあ、音楽もいいですけど、やっぱり普通に、はい、なんていうんですかね、このエンジン音を楽しんで乗れる車って、まあ、数少ない車だと思います。そうなんですよ。こんなにこうエンジン音も思いっきり聞こえるし、排気音もうるさいのに全然不快じゃないんですよ、はい、いや、いいな。今回はとてもテンションが高いツッチです。いや、ちょっとドイツのそのテックアウト行ったのを思い出しました。なんかいろいろこう蘇ってきました。いや、もうドイツ行って衝撃的だったのが、そのアウトバーンが無制限の区間あるじゃないですか。で、まあ、レンタカーで240キロとか出してこう走ってきたんですけど、一番衝撃的だったのが、こう向こう在住の方と食事する機会があったんですよ。で、あの日本と違って結局その車の性能イコールその目的地までの到達時間、うん、だったりだとか快適性だったりだとか安全性が思いっきりそれ直結してくるんですよ。日本で別にどんな車乗っても目的地までの時間って変わんないじゃないですか、ほとんど。けどドイツって高い車、ちゃんとした車買えば安全に早く目的地まで行けるんですよ。だからその人は M5 乗ってたんですけど、いや僕の M5 だとどこどこまで2時間で着くんですよ。それがなんかレンタカーで借りたボロい車と4時間かかっちゃうんですよ。あ、はい、もうそれ聞いた時に結構カルチャーショックで、そりゃいい車が出来上がるなと思って。ドイツやっぱ向こうの人って車で移動する、はい、車で旅行するとかっていうのがまあメインってわけじゃないですけど、はい、そのこっち日本よりかはやっぱり重視しているというか、はい、あるんでしょうね多分。まあ、あとその速度制限がないっていうのは大きいですよね、やっぱり速度レンジが全然高いんで、やっぱり本当に効くブレーキが必要だし、やっぱりそれを事故を起こしても万が一の場合ですけど、そのちゃんと耐えられるボディにするとか、まあ、馬力もその意味のある馬力、だ本来変えないはずの時間が変えちゃうっていう、日本でそれはできないですけど、なんかそれをこう感じられるというか。でもね、安全性とか安心感とか、うん、そうですね、そうですね、ね、それは買えますからね。いや、これはちょっと本当に買う方法ないですか。え、買う方法ないですか。ちょっと買う、でも大丈夫です。見積もりローンシミュレーションしますか。本当ですか。月々いくらまでだったらいけるか。でもこれテックアウトついてるからお買い得って言ったら変ですけど。いや、そうですね、はい、はい、買っていじると思ったら相当お買い得ですよね。買っていただく、そうそう、そうしたらもう全然お買い得です。GTS いいな。じゃあ最後の、ありがとうございます、コーナーなんで。もうこれ黙ってたらもう一周行きそうだからね。一応ね、いや、ちょっと借りていいですかこれ。一応あの撮影と称して借りていいですか。いや、一応この商品車なので、はい。いや、今回はちょっとカメラマンもちょっとテンション上がったと思いますよ。本当に、はい、いや、僕はいつでもテンション上がってますけどね。いや、これはいいです。ハンドルがいいですよね。ハンドルですよね、うん、ハンドルもこう絶妙なこの形と、はいはい、もうなんか全て計算されてますよね。ここに本来ここにあれがあるんですけど、はいはいはい、ここないバージョンもね、はいはい、また、はい、抜けてていいですよね。抜けててスポーティーな感じで、はい、これ20秒間だけなんかパーが出せるんですよね。そうそうそう、はい、なんかこういう演出とか、うん、はい、もうケーキ類もなんかもう本当に変わらず、うん、いいなぁ。いいですよ、もうちょっとポルシェ所有できる男になりたいです。だポルシェってなんか普通に見えないわけじゃないですけど、見えちゃうかもしれないですけども、はい、とんでもなくそんなあのちゃんとしたって言い方なんですけど、本当にピュアスポーツカーですよね。これは本当にスポーツカーです。
なんすかね、普通車なんかこう上のなんかその特殊な、うん、特別グレードでこう他の普通のグレードってこうやっぱりちょっとこう見劣りしちゃう感あるんですけど、うん、ないっすよねポルシェって、うん、GTS はもう GTS の魅力があるし、うん、普通の彼らは彼らの魅力があるし、うん、もう本当に GT3RS とかああいう究極のなんかああいうのも魅力あるし、ただ高い高い。ボンドグループ初のスタッフポルシェオーナーになっちゃうよ、あれ。ボンドグループポルシェいたっけ？いますよ。あ、いるか、いるか。ああさんとか。いや、でも、車屋で、そう、触る機会があれば欲しいと思いますよ。はい、まあね。うん、まあ、家庭の需要とかお財布の需要あるかもしれないですけど、そうね、もう自然とその、ポルシェオーナーが車内にいるのも、なんか頷けます。これはやっぱりみんな、なんかいろんなものが許されるんだったら欲しいよねっていう。いや、それはいろんなものね、許されるんだったらそれは欲しいですよ。僕これ4桁の車買ったら多分離婚ですね。え離婚です。離婚ですか。はい、離婚です。車と結婚すればって言われてます。いやいや、でもいやもういいな、これちょっともう本当に小島さん以上あとでちょっと相談します、うん、はい、オーナーになる方法を。いや、でも普通の、なんていうんですか、普通のっていうか、うん、あのお客様も本当にその支払いから相談していただければ、そうですね、はい、いろんなご提案が、はいはい、できるんじゃないかと、はい、じゃあ、いや過去一の市場でした、はい、僕的には。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナより2017年式ポルシェ 991.2 GTS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。